あくまでも社会がスムーズに順風満帆に平和に進んでいくようにと取り計らい、あらゆる方策を講じるのがイスラムの教え、シャリアの目指すところでして、そうである以上社会の表に出てこない、ですから当人同士ですね、あるいはそのまずはじめに個人的な過ち、個人的な過ち、あんな間違いをしてしまった、あんな、罪を犯してしまった、個人的な過ちであるときはどうかアンナに立ち返ってください、介護して悔い改めてください、悔い改めることで罪から立ち返る人、罪を悔い改める者というのはあたかも罪なき人のようですというふうに預言者マンマ様が教えてくれているように、また白紙からやり直すことができます。で、当人でも例えば、これはあるまじきことですが、ジナーですね、姦淫を犯して、当人同士だけしか知らない、他知らない。ただ、本当に、知らなかったら、なんですか、あえて名乗りを上げて、石打ちの刑をその受けるべきだと、その自白を進めることもしないわけですね。実際に預言者マンマ様のもとに、そうした、姦淫の罪を犯してしまった、そうした自責の念から自分を責める思いから、どうか私を清めてくださいと言いに来た 人がいました。男性と女性と、預言者マンマ様はその何かの間違いではありませんかと、すぐさまそれを受けるようなことされなかったんですね。アンナが隠してくださっているならば、そのまま隠しておきなさいと。例えば最後の帰郷する、信仰をイスラムの教えを捨てるということも、例えば非常に残念ながらその日本のイスラム史、を紐解けば残念ながらたくさんいるのかなというか、わかんないですよね。わかんないです。アンダーアラン。アンダーのみぞ知るところですが、少なくとも、シャハーダした人、信仰告白をした人は何万人いるという、一応その、何ですか、数字は残ってるわけですけども、それと見合う人たちは、その、姿形として見受けられません。という以上、表面的にあるだけを見て言うならば、元の日本人に戻ってしまったのかなっていう人がいるかもしれない。そういった時でも、じゃあそういった人をやり玉に挙げて、死刑に処すべきだとなるかというと、そうではないわけですね。その人がその自分だけのことに留めておいている限り、そっとしておいてあげなさい。審判を裁きを下すのはアンナーですから。ですから世の学者先生たちはこんなことを言います。ナハヌドアートンワラスナコダート、ナハヌドアートンワラスナコダート、私たちはドアート、呼びかけるもの、いざなう人であって、良きこと善行へといざなう人であって、裁くものではありません、裁判官ではありませんということで、ここでこのハディスで、はっきり読み取れるように、死刑に処されるべき人がどんな人かっていうのはお分かりいただきましたね。じゃあだからといって幕末に流行ったようにその天誅とか言ってですね、自分が正義感に燃えるムスリムが一人で行って、その人が例えばこの中に該当するような大きな罪を犯したのを知ってるから見たからといって、その人に刑を施していいのかって言ったらとんでもないわけですね。そんなことをしてしまったら、その人当人が殺傷罪、その殺してしまったら殺人の罪を負うことになるわけで、あくまでもこうした刑罰を与える権利を有するのは、権利を持つのは、
イマームだけなわけです。イマームといってもそのあのカリフ国家のですね、イスラム国家の監修、イスラム国家の、一番偉い人だけの権利であり義務でして、その許可なしに個人が勝手に、その刑罰を与えることは断じて許されません。で、最後、例えば帰郷をしている、あの人はそのどう見ても礼拝もしてないし、そのムスリムになったのは知ってるけども礼拝もしてないし、そのイスラムで禁じられていることも平気でしてるし、そのイスラムを捨てたしか思えないといった場合でも、私たちがするのはナハムドアートンワラスナコダ、ただただ、彼がイスラムに戻ってこれるよう、そのいざないかける、呼びかけることであって、その頭ごなしに批判したりですとか、そのましてや手でもって暴力でもって強制しようなんてことは断じてしてはならないわけです。ただもし万が一その人が公的な、こう活動に出た場合、表に出てですね、私はかつてムスリムだったけども、もうそのあんなのはです、ね、イスラムを捨てた、そのどうブラブラブラと、こうです、とんでもイスラムとんでもない教えだとか、むちゃくちゃなことを言い始めた場合、それはいわば人心を乱す、その社会悪をもたらす存在になったということで、それには待ったをかけなければなりません。他のものもしっかりですね、アッサイブザに勧誘を犯した人、それが実際に例えば相手方にその女性の方に旦那さんがいたりとか、男の人の方に奥さんがいたりだとか、そうするともう人の権利と他の人の権利と関わってくるわけじゃないですか。ナフスビンナフスも、自分がその人が殺した人には家族があって親族があるわけですから、その人の権利と関わ、その人たちの権利と関わってくる。だから放っておかれないんですね。ですからそのあくまでも、それにふさわしい処置が取られるべきだと。で、最後帰郷については、まず何度も何度も、タウバ、悔い改めを求められます。穏やかな方で、悔い改めるよう諭されるわけですね。何度も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 。で、それでもそれはちょっとやちょっとじゃなくて、何度も何度もです。繰り返し繰り返し繰り返し、死刑に最後値する滞在とはということで、それらを見ていきたいと思いますが、そもそもイスラムでは罪というものが小さなものと大きなものとに区別されます。サガイルというのとキャバイル、サビールとキャビールというのはアラビア語で小さい大きいを意味するわけですが、サビーラとキャビーラ、その複数形サガイルとキャバイルというように、小さなものと大きなものとに分けられます。大きなものというのがそのコラーンとスンナで、その罪深いことがはっきりと歌われていて、痛ましい罰が待っているというような諭され方がしているものというわけですが、イマム・ザハビーという、先人のですね、立派な学者先生は、アル・カダイルというその滞在